アベマの番組で成田悠輔さん の番組見てたんですよ、うんうんうん、でそしたらショートスリーパーの提唱者みたいな人が出てきて、はいはいはい、もう1日30分でいいんですよと。睡眠時間そうで、まあ、訓練すれば誰でもできるようになります。でもう短くなればなるほど人生が濃くなっていくんですよ。体に悪いんじゃないですか。悪いよね多分ね。体に悪いっていうデータは全然ないし、うん、僕すっごい元気で健康的なんですよ、うん、でその人言うんですね、うん、その人の顔を見ると、うん、目バキバキダメだねだと思ったよ。だし見たことないぐらいの真っ黒なクマが無理してんじゃん寝ろ